球、卓球なんかやったことないんだけど、俺は嘘ついて茶化してるよ、マムはあれ、あの顔は卓球だなっつって。森井さんもじゃあそろそろ出てくるのか。嘘でしょ。あれ森井さんはまだ出てない。おい、桜ナイツ森井さんいんの？森井さんもいるみたい、うん、やめてくれよ、桜ナイツ森井さんの前で俺何の話してんだよ。ほんとだ、あ、出ました。うん、誰が漫談か、これ怪談だから森井さん、これ怖い話。うん、またコミック、あ、ください。うん、俺そういうの全然遠慮しないんで、森井さん、うん、ください。そう、俺角川の M リーグブックにいくらでもサインするんで、M リーグの本に、うん、本はください。はいはい、俺異世界漫画は全部好きなんで、なんぼでも受け取るんで。うん、何がずりんのいいんじゃん。ウィンウィンやろ。うん、おね、あ、俺おねだりしちゃった。うん、買えよな、おめえ金持ってんだろ、買えよって突っ込めよ。うん、あした桜のやつ当たるよな。桜のやつ当たる、森さん当たるじゃん、俺たちと。関係ねえけど、俺たちはさ、卓の中ではさ、バチ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 さ、試合だからな。対局してさ、卓終わったら人間に戻るからさ。そうやろ、一緒に麻雀界 M リーグね、盛り上げていこう。そりゃサイバーも角川もみんな両方盛り上げていこうっていう共演者だから。んそれこそ映画やで、映画みんなでやって、例えばさ、ヤガミライトとエルデスノートでな、敵と敵だけどお互い盛り上げなきゃいけないの。敵役だけど、俺と桜ナイツは、俺と森井さんは敵だけど一緒に共演者でもあるわけ。そういうこと。うん、共演者だから俺たち。日向さんちょっと心配やな。岡田紗弥香と日向さんがお互いのチームでちょっと心配だよな。日向が250負けてて岡田が180負けてるみたいな、両チームねこんな感じなんだよね。うん、でうちは白鳥と松本が調子よくて、向こうはマムタンと堀慎吾がな、あの調子いいんだよね。うん、図式が似てんだよ、うちと桜ナイツって図式が似てんだよ。うん、向こうの方がね80ぐらい勝っとるけど図式が似てるんだよ。うん、俺は言っとくけど、開始前から言ってただろ、日向が苦戦するって。1年目白鳥が300負けて、2年目に松本が270負けて、次に負けるのは日向だよって、今年日向は多分負けるよって俺言ったん、開幕前に。なんでか、アベマズっていうのは、まあ、大分春がいて、いいのか悪いのかそれはあと10年後わかるけど、今はいいか悪いか言わない。だけど少なくとも大井高春から3人は麻雀を学ぶことがすごい多いチームなんだよ。試合を一緒に見ててもここはこうだと思うよって、でも大井高春はここでこれ打つけど松本はこれ打った方がいいんじゃないかなとか、そういう話を常にする。大井から何かを盗んでいってほしいっていうチームみたいな感じなわけだ。その時に最初俺は白鳥が年も近いしキャリアも一番近いから白鳥をマジで鍛えようと思ってやったわけだ。3年後5年後強くなるように、まず自分の麻雀を一度ぶっ壊すとまではいかないけど、みんなが持ってるそれぞれの麻雀館に俺のスキルをぶわーっと詰め込んだら、まあ迷うよ。うん、まあ迷うと思うよ。うん、最初に白鳥が大井麻雀を取り入れて悩んだ、松本が大井麻雀を取り入れて悩んだ、だけど そんなもんなんだって、マジでそんなもんなんだって。一回ゴルフでも野球でもスイング、邪道我流のスイングやってて、それを一旦直さないとっていう、これマジで。走るフォームでもさ、走るフォームでも陸上選手ってさ、みんな同じようなさフォームしてんじゃん。うん、中学生の高校生の全国大会とかはさ、こんな手がこんなになっちゃってるやつとかさ、足がガニ股のやつとか結構いるんだけど、いつかみんなこうなるじゃん。それいつか直されんだよ、いつか直されんだよ。うん、あるんだよ。俺から見てやっぱ雑だし、俺が通ってきた道、俺も俺の20代の時より松本の方が強くなんなきゃいけないわけじゃん。そうするために俺20代の時それすげえ間違えてたからっつって松本に、わかる、すげえ気持ちわかる松本と。だけど俺もすげえそれ間違えたから、うん、やってきて、それね、お前どうせ5年経ったらバカだな、ま、あんなことやんなきゃよかったなって気づくから、それはやんない方がいいよ、一回俺を信じてとか言って、いう言い方で教えてる。うん、マジで俺もそれやっちゃってたからっつって、うん、うちらは伸びしろ結構あると思うよ。そう、森井さんの言うように、うん、岡田にしても椎名田にしてもね、うん、
うちはね、伸びしろって面ではね、やっぱマムタンがいる分、年齢がマムタンがさ、唯一俺の先輩なわけだよ、沢崎誠さんが。誠さん先輩な分さ、俺はさ、誠さんが一日も長くやってほしいんだよね。誠さんがいることが俺のモチベーションになってるから、俺一番先輩になっちゃったらさ、だって次辞めんの俺じゃん。近藤さんかもしんねえけど俺じゃん。一番先輩俺だからさ、誠さんいなかったら。そう。だから、誠さんが頑張ってるうちは俺も頑張んなきゃなって思いがあるんだよ、どっかに。俺には。一番先輩になるのは嫌なんだよ、俺。うん。一番先輩になるのだけは嫌なの。だから、マムタン、時々こうやってマムタンとか言っちゃってるけど、俺は沢崎さんに一日でも長くやってほしいし、体何か不調があるんだったら、業界全体でサポートしてほしいんだよね。マムタンには。うん。俺もマムがいなかったらきついもん。いじってるよ。沢崎さんは自転車競技やってたらしくて、その自転車競技若い頃やってたらしくて、卓球なんかやったことないんだけど、俺は嘘ついて茶化してるよ。マムはあれ、あの顔は卓球だなっつって、うん、バックハンドが得意だなとか言って、俺マムのバックハンドとか言ってわけわかんないこと言ってっけど、ちょ、マムは絶対バックハンドだから、うん、マムはあれだ、シェイクハンドじゃないか、ペンホルダーの方だから、マムは時代的にね。うん、マムはボーリング行ったらここを固定するなんかつけて、プロテクターつけてるから、マムは、うん、マムはカーブだから、マムのボーリングはもう絶対カーブ、うん、うん、マムダーツ、マムのビリヤードってのもあるんだよ。ありました、ね、あったな。マムのビリヤードってのがあるんだよ、みんな。お、なんでだよ、俺は好きなんだ、俺沢崎さん好きなんだぜ、マジで。こんなさ、俺嫌いなやつの話は絶対しない。俺マムさんがさ、俺だから誠さんって呼んでっから、うん、いないよ俺こんな相性みたいに先輩のことをちゃんとこんな愛情を持って、ツッチーとかマムタンとかやっぱいじっちゃって、これ愛してるからだからな、言っとくけど。うん、そんなわけでいろいろね、みんなね、俺も瀬戸熊がさ、ちょっとさ、勝ったからちょっと饒舌になっちまったよ。瀬戸熊だけだったんだよな、プロ連盟にいて、うん、大井隆治のことを最強って認めてくれてさ、これで大井隆治だけはこのままプロを辞めちゃうのもったいないって言い続けてたのが瀬戸熊だったんだよな。うん、よかったよ。でもな、俺さ、森井さんもいるから言うけどさ、 M リーガーが優勝してよかったと思ってる。うん、それは申し訳ねえ気持ちもあるわ、瀬戸熊一人にしまってよ。んだけどやっぱ今は、これは上から目線とか下から目線とかじゃなくて、誰かに麻雀界を引っ張ってってもらうなら、俺はそれは M リーグであるべきだし、 M リーガーであるべき。よかった。うん、瀬戸熊でよかった。うん、はい、おじさん、あ、なんか、うん、最後、うん、動画のうちに使いたいんですけど、カメラに向かって瀬戸熊おめでとうってやってくれないですか。瀬戸熊直樹、おめでとう。瀬戸熊の麻雀は面白いんです。なんだよ、いや、なんか落としどころがなかった。7000人ぐらいの前で何やらしてんだよ。落としどころ欲しいなと思う、切り抜くときに。あれ、つけて、はい、ゲームチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。